こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日のですね、弓矢散歩は。あの弓矢さんの周りをですね、ちょっと散歩していきたいと思います。はい。はい、ということで弓矢さんの近隣をちょっとだけ紹介したいと思います。今歩いてるのは、マサゴ坂上。 でですすね上から下に下にっているところです私の向かいに見えるのは文京ガーデンゲートタワーといってこの辺りですねすっごい新しいビルとかねマンションとか多く建ってるんですよ本当あの景色がカラッと変わってしまいましたね昔ね住まれてた方とかこの辺りの景色変わってるかと思うんですがこの文京ガーデン タワーですねこの辺りあの非常にですね病院とかあとは習い事とかなんかそういったテナントが多く入っていてあの便利なんですよ。そうそうこの前もねちょっと子供の小児科行きましたけどそうすごく便利。ということでスターーフルーツ小石川に着きました、はい、今日の「弓矢散歩ですね私の大好きなスターフルーツで買い物してきたんですが。 私買い物袋忘れちゃった買い物袋忘れた <laughs> まあい,いや、まず買ったもの小松,菜小松菜2つそうあとねほうれん草がね美味しそうだったんですよじゃーんほうれん草これでね130円ぐらい安かったあといちご1個2個3個4個 <laughs> 4個もいちこ買っちゃったなんとね4つで1,000円安かったあとね私の大好きなチョコミント <laughs> これはねあとの楽しみあとはお肉ねあとは豚のひき肉2パックね、はい、こんな感じです、はい、いっぱい買いましたよスターフルーツ小石川店は あの本当に新鮮な野菜が多くてしかもリーズナブルなのでおすすめですあの水曜日がね定休日ということで私何回も水曜日に行ってしまってあ定休日だっていうことがあったんですが、はい、水曜日が定休日。はいで金曜日があの週に1回 安売りみたいなのをしているんですが、すっごいね。行列なので、私はちょっと金曜日は避けて行っております。はい、ということで、このまま家路に着きます。はい、今日の弓矢散歩ご覧いただきありがとうございました。<music>